全然コマーシャルがついてない。あ、2分しかないな、これ。もうちょっと長いやつが良かったな。これ短いのか。なんか自分で曲作れたらいいんだけどな。なんか自分で曲作れたらかっこいいなと思うんだけど、みんながこういいなと思うようなものがね、いいなと思う。私にはそういう才能ないんでね。そんなって感じ。そういう才能があればね、いいんだけど、ないね。ちょっと干したらいいかも。なんか音楽に合わせてこうライトが動くようなシステムになってくるんやっけ。できんもんな、そればっかりは。まあ、それ専用じゃないしね、このカラフルマイクっていうのはね。まあ今日はそんなテンションがいいわけじゃないけど、まあやっとるという感じだね。このライトがあればさ、別にいいよね、癒しになると思うんだけどミュートでもね、ほぼミュートで近いもんな。まあ人間だからさ、まあ、ね、いろいろあるよね、流れがね。あ、今日はこれだなとか、今日はこれだなっていうね。いつかね、いつか YouTube の人数も2000人とか1万人とぐらいは、最低1万人ぐらいいければと思うけど、まあ、これは多分当分ないね。英語ちょっとわかんないからね、わからん。No speak English。英語は難しい。あら、音止まっちゃったな。はいね、これ2分しかないもんでね、この音は。No speak English、ね。英語で来るのいいけど、英語が苦手な人はちょっと苦しいよな、これ。ね、No speak English、そう。英語はもうね、得意じゃないんでね、たく。英語ってなんかね、昔。そんな感じ。ちょっとこう他の曲に変えようかな。ちょっと音がね、せめてもちょっとこう長めの曲を作ってくれる人いたわけな。まあ、自分で作れた方が本当はいいね。そう、英語って難しいよ。留学してる人ならね、こうって答えられるけど、私はそういうタイプじゃないから分からん。簡単な英語ぐらいやったら分かるけどね、アライブとか、それぐらいかな。簡単な英語、本当に幼稚園ぐらいのレベルしかないからな。難しい英語。やっぱりその現地に行った人の方がいいと、英語とかああいうね、学校でやる英語なんてね、役立たんよ。ネイティブないから伝わらんらしい、だろうねと思う。うちなんか生まれた時から日本人だから日本語しか知らんけど、どっちも使える人すごいなと思うわ。いるよね、バイリンガルみたいな人いるし、ああいうのになってみたかったね。頭が弱いからな、そういうのはな。英語って文法がめんどくさいもんな。なんかやっぱそこに生まれてる人とか、そこに興味ないとやっぱりダメだね。うち学校時代全然興味なかったもん、英語。学校好きじゃなかったしね、はっきり言うと。学校大嫌いだったね。あ、好きな授業何ありますか？何もないって言うんだよね。学校の授業で好きなもん